いくちゃんです。どうも皆さん、いくちゃんです。今日はなんと 2.5 次元ファンあるあるの総集編を公開するということで、ファンあるあるはね、僕らも知らないことばっかりですごく楽しいです。いつもたくさんメッセージありがとうございます。翔平くんに作ってもらった磁石くん、ちょっとしぼんできましたけど生きてます。というわけでどうぞ。双眼鏡を構えるタイミングで推しが分かる。あこうもっと寄り見たいって双眼鏡構えた時に、あ、この人はこの人の推しなんだってすぐ分かるってことだよね、多分。僕それこそ結構その2人の刀剣乱舞を見に行かせていただく機会が多いから、その隣の人とか前の席の人とかのもう素早さでね、なんかあ、この人トリッピっぽいなみたいな、やっぱ服装とかなんか髪色とかめっちゃ分かる。あ、しかも俺もうこれファンに聞きたいんだけどさ、最前列で双眼鏡構えてる人何見たいって思うわ。毛穴の細胞まで見たよいやきっとそうです。しかもさ、最前列で構えるとさ、方向がめちゃくちゃ決まってくるやん。ちょっとたまに悲しくなるよな。そう、カーテンコールとかで挨拶してるとき双眼鏡ギューンこっち向いてるときとかなんか、あ、それ悲しい。ペンライトの色変え達人級、確かにさ、すごない？見に行った時にさ、俺全然違う色でこう振ってたら隣の人に言われたもん。あ、それ僕の色じゃないやつめっちゃ恥ずかしかったもん。あ、もう覚えてるんですよ、赤の次は青とか。すごい。あ、そう、たまにこの全部の指やったけど、もう鍵爪みたいな人でしょ。 あれはちょっとね、尊敬の域をね。あれさ、すごいの俺もう一個あると思ってて、俺たちさ、多くなってくると薄い紫とか濃い紫とかさ、でもぶっちゃけもうさ、紫にしか見えないじゃん。でもファンはさ、その薄い濃いの全部さ、すごいよね、判断できるの。それから撮るとありがたいのが、自分が薄い紫だとするじゃん。で、濃い紫もすげえ人気だと、もう紫一色さえなるとか、すげえ俺人気者みたいになれる。親戚とか来た時に、ケンチさんの色多いやみたいな。そうそう、俺のじいちゃんは多分濃い紫も薄い紫も全部紫だと思ってるから、じいちゃんの目をごまかせる。トレーディンググッズを開封して人気キャスト出た時の周りの反応が肺炎状態で怖い、かっこ実体験。これね、イラスト付きなんですけど、今ねポンって出てるんですけど、すごい分かりやすくてお上手。その俳優からお願いしたいことが一個あってさ、まあもちろんランダムガチャとかでさ、まあ推しが欲しいのは分かるけどさ、別に推しじゃないやつは決してハズレではないっていうことを伝えたい。そう、あー推しじゃなかったぐらいはいいんだけど、あーハズレみたいな感じいやいやいや、誰かにとっては当たりやから。そうそうそうです。チケ争奪戦に勝ったら、あの一瞬のためにファンサや押し打ちは本気で作り始める。 TBS 自己満でしかないのは分かってるけど作りたくなるんだよな。でも俺らは終演後とかに、うん、なんかお前のファン今日すごいのいたねみたいな、あるんだよね、うちはでかかったねみたいな話はあるから、ほんまにあの一瞬のためやもんな。あるなんかその一瞬のためでこうやりきったのか、その使い終わった後の内輪がたまにこうプレゼント一緒に混ざってるとか、ありがとうでも自分でどうしようかみたいな。確かに確かに、うちわのプレゼントあるね。確かに、確かにそれはあるわ。え、あの自分のな、その役の名前書いてあって、うん、ピースしてとかある、うん、後ろに別の人の名前書いてあるの、めっちゃなんか、すごい悲しく、まあ確かね、ちょっと嫉妬ですよ。しかもその時の瞬発力すごいもんな、ダッダッみたいな、ダッダッダッ。それはいろんな人からね、満足が欲しいですから、ね、でも便利よな、便利、ありがたいね、便利ね。初めて行く劇場で駅から劇場までの道がよくわからなくても明らかに行き先一緒の女子について行けば大抵なんとかなるってなるんですけど、僕これ経験済みで、トリスさんとケンスケ君が出演してた東京ラムのライブに僕行ったんですけど、結構なんか田舎というかやっぱ大きい会場なんで、あ、離れてたな。どうしよう、あと15分ぐらいやと思ったら、もう周り明らかも東京ラムのライブ行く人やって、しれーっとストーカーしていきました言い方よ。感激し終わった後めちゃくちゃ放心状態になるんやけど、無意識のうちにツイッター開いて大体の第一声、無理しんどいってツイートする言いがちだよこれ。友達からしたらびっくりするやん、無理しんどい。大丈夫大丈夫。ハルさん、公演後の俳優さんたちの自撮りが楽しみって書いてあって、鳥がやるなって思いました。これ見て確かにこんな楽しみにしてくれてるのか。刀剣乱舞なんてあのキャラの格好で撮ってくれるからワクワクしますよね、毎回。そう、確かにそうですね。テニスはキャラダメなの、キャラダメな作品も、あるんで、多分作品によって。ルカ・テイフジョーさんですね、これは。イベント、ライブ、舞台があるとユーザーネームとかの後ろに参戦予定日を入れがち。
めっちゃ確かにこれはよく見かけるね。確かに何月何日参戦みたいなのあるよね。もうモチベーションですもんね、行くまでの感じ。あ、モチベのためにやってんだ。でもあるんじゃないですか、そのために頑張れるみたいな。交換とかするためかと思ってた。その日に行くんでグッズの譲る求めるの時に交換しましょう。そういうこと。わかんない、理由はわかんないけど。チビさん、自粛中お出かけする予定もないから女子力を失ってたけど、配信を見て俳優さんの肌の綺麗さに急に焦り出す。若い俳優さんは特に肌白くて綺麗な人が多いのが謎すぎる。なるほどね。でもやっぱリモートだとね、外出ないからメイクとかしなくていいやみたいになるもんね、きっと。確かにおろそかになってしまうけど。もうゆうたろう以外何もしてないんだ。おお、もう化粧水とか。スキンケアぐらい肌綺麗ですよね、みんな羨ましい。たまたま現場で隣の席に座ってた人と全く別の現場で再会する。それすごいね。すごいね、顔見知りみたいな。運命だね。確かに。でもやっぱお客さんってお客さん同士で結構見てんのかな、お客さんの。なんかっぽいよ。ね、あの人また会えるとか、ツイッターのあの人っぽいなみたいなとかありそう。あ、でもなんか関係者席をめっちゃ見る人いるよね。あ、でも見られちゃう。だいたいさ、そのお客さんもさ、分かるじゃん、あそこに関係者が来るみたいな。始まる前ずっとこういう人いたもん。まあね、ずっと気になりますよね、もしかしたらみたいな。俺一回舞台見に行った時に左斜め前に小泉今日子さんを追った時に、俺ちょっと集中できなかった。どういうリアクションすんねやろ。確かに、それは集中できないわ。イクミとか言うたらさ、刀剣見に来た時どう。僕も乗り換えのとこで刀剣見に行くんですかみたいな言われて、そこの時点で、はい、一緒の電車に乗って気まずい気持ちで。あ、でも豆乳行った時、豆乳って言う何その素人みたいな。斜め前の人ずっとえってなってたんですけど、始まった途端いや、そりゃそうでしょ。いや、めちゃくちゃもうずっとそこから一個も見ない、帰るまで。それやだね。客折りがある公園だとファンサをもらった人の周りに座ってた人が公演終了後の帰り側に、おめでとうございます、目の前に見れたんでありがとうございましたっていう声かけていく平和な世界が生まれてるらしいんですよ。これ素敵やなって思って。公演終わりなんですね。そうだから、こうやって横の人あもらってる、でも自分のおこぼれもらってるみたいなんで、あ、おめでとうございますみたいなやってるって思ってこれすごいね。知ってました、出てる側から。あ、知らない、知らない、知らなかったってことは、もう俺らがファンサスがおめでとうございますって言った方がいいのか。あ、じゃあもうおめでとうございます、おかしいな。あ、その周りの人たちもおめでとうございます。いや、おかしいな。総理ありがとうございます。おめでとうございます。俺たまに全然違う子、双眼鏡で見てる子のところに俺入る。入っていくんですか。迷惑降りてっていう。嫌われろ。でも結構ありますよね、ペンダイトの色を無理やり変える人とか。あ、ケンスケ見に来た時それ俺やったな。関係者席で、うん、薄端の時やったな。そういう羽織れは可愛いって思っちゃう。劇場での感激とか関係なく配信でも全力で楽しむふんがふんがくんがくんがって絵文字あるから。あるか。うちらも配信カット見させてもらうやん。いや、配信カットのクオリティが高すぎるんだ。高いね。マジで最近とか配信でも5台ぐらい入ってるから、前提のカットがすごいかかってて、この間この撮ったやつをね見させてもらったけど、ライブビューイングバリュー。そうなの。舞台配信が増えたので高画質で見るために13万のパソコンに買い替えた。マジで。いや、でも配信最近マジすごいから。そうだね。確かに。確かにね。僕らが行った時やってるカメラやばかったですね。3、4台ぐらい。僕らの前がね、カメラだったんですけど、そっちの方モニター見た方が見れるんじゃないかぐらい綺麗だから。たまに表情が変わってたよね。そうそうそう。トレースがアップされた時、あ、こういう顔してるんだみたいな。だからカメラマンさんもストーリーちゃんと追ってくれてるから、ここはここが見たいやろっていうの多分工面してくれて、毎日結構、そう、毎日違うの。いや、そうなの。誰よりも台本を見てる、覚えてる。素晴らしいと思う。いや、それはプロだなって思いましたね。イベントごとにペンライトが増えるので停電しても安心。おもろいわこれ。懐中電灯とか俺思ったことない。俺らも結構増える。確かにあるよね、毎回もらうからね。俺ちょっとね、真っ暗で寝れない人なんだよ。だから俺たまにつけて寝ること。何してんの。自分のカラーを。プロデューサーさんや制作会社でどういう内容になるかと予想しがち。すごい。そこまでね。そこまで。なるほどね。どこが主催かによって大体こういう感じかなっていう、系統みたいな。確かに。バトル系とかね。それこそだから刀剣やってる会社の同じ系列だったら二部制なのかなとか思ったりするってことだよね。多分お金を推しに換算しがち。例えばコンビニで傘を買った時にそれで推しの缶バッジ買えたねとか言うと言われる。あー、なるほどね。ほら、ビニール傘とか臨時にちょっと出ちゃうお金だもんね。600円とかしますもんね。そうそう、それで一回回せたねみたいになるらしい。うわー、面白いな。じゃあもう生活の全てがそっちに向いちゃってるってことですよね。職業病だよね、もう。そう、
みんなすごいおもろいな。我が子が、あ、これママの好きなやつとコンビニとかで話し出してちょっと恥ずかしい。かわいい。多分結構やってるキャラクターがコラボとかしてるから、それで、あ、これママの好きなやつだみたいな。かわいい。かわいいね。ほっこりするよな。親子でとかいいですね。イベントとかに来てもらってる時、ほんまちょっと絡んじゃうよね。ちょっと手振りたくなっちゃいますもんね、見つけたら。ほんとに連れて帰りたくなるもんね。いや、周平さん早く子供産まないかな。泉周平さん、うん、キャラ名と役者さんの名前を合体させて読んだりする。例え、鈴木ひろきさんの三日月宗近、ひろちか、黒羽麻璃央さんの三日月宗近、麻里近。あああるやんね、いろいろ略し方というか。あるね、一つのキャラをね、何人かやってる場合ある。プロで言うと、まあ長いもんな。そうそう、ニックネームみたいな感じ。これこそ 2.5 次元あるだろうね。え、どれじゃん、なんていうの、よしよ、鳥貞、安や、あ、ごめん、山川、なんすか、安はごめん、ただ安や、これ俳優さんをどんどん身内みたいな呼び方してまう。あー、呼び方変わって。それこそ中国行った時とかもう考えんねん、あの中国のファンの方、鳥越鳥越いや、あんまそうだったの。上海でこのレッドカーペット引いてもらって、その上を歩いて、極め強いとか、はい、立ちしか長袖、リズムがりほりかとか言ってて、最後の吐き際よ、鳥越え、それなんで、いや、わからん。いや、俺、スタッフさんが言ったんかなと思って。そうそうそう、俺ら一瞬6人わってなったもんね。あれ、めっちゃ笑ったわ。多分いじられなのか、もう多分役よりも鳥越で浸透したからみたいな。上海で俺、エンターテインメントいけるかなと思ったもんな。ジンロさん、これはちょっと少数派かもしれないですけど、好きすぎて舞台に出たくなる、来世は役と素のギャップも最高な 2.5 次元俳優になりますとのことです。でもこれだから、それもさ、遊びもそうだけどさ、うん、これを見てくれて人前に立ちたいと思いましたとかもあるからさ、それはありがたいよね。やってるありがたい、すげえ嬉しい。でもどうする、後輩でじゃあ今回初舞台なんですって人が、実はずっと僕鳥越さんのファンで、鳥越さん見て俳優になろうと思って来られた時、俺ただただにやけてまうよ。でも俺一回やってん。えなんか、まあ、稽古はいっぱいあるとかあるやん、うんうん、わー言ってこの別現場の方のスタッフさん知り合おうって言ったら、うん、わーいお疲れーすってわーっつってたら、うん、パタパタパタって来て、もう実はあの鳥越さんのあの広島で撮った NHK のドラマの時にあのエキストラで参加させてもらってて、それでちょっと頑張りたくてって言ったのが傷つばさで、初めてやったけど、そんなほんまっつってバーッてあの子去った後、あの子めっちゃ可愛い、ええ子やな、そうなの、ええ子やな、それ嬉しいね。それはちょっと、あ、しかもすごい頑張ってるやん、うわーと思ったけどね、すごい嬉しかった。じゃあ呼ぼうよ、呼ぼう、トリちゃん、ああ、呼ぼう、ぜひ。で、本当にそうだったのか聞こうよ。いや、熱動かもしれないから、はい、もしかして。いや、でもあ、ただ、たまたまエキストラでいた、そういう思い出に浸せる。推しはひろきくんなんだけど、どのひろきさん、ひろき人口が多い、めっちゃ確かに三浦ひろき、鈴木ひろきさん、中田のひろきさん、笹森ひろきも、まあ、いっぱいいる。ひろきも多いし、ゆうきも多いよ。確かに、三沢さんもそうだ、小声ゆうきもいる。あー、いっぱいいる。北川のゆうきくん、友達のゆうきもいる。なんとか気が多いんだね。かもか気が多い。ひろきゆうき、ゆうさん交差期間につき低浮上、はい、私の周りのファンだけかもしれませんが、三浦ひろきは三浦のひろきくん、うん、石橋ひろきは石橋のひろきくん、猪野ひろきくんは猪野のひろきさん、うん、長田ひろきは長田のひろきさん、うん、鈴木ひろきは鈴木ひろき、うん、絶対変わらない鈴木ひろき、笹森の名前出てきた。俺はいや、これ結構悩みの一つで、僕トレさんと名前の感じ一緒なんですけど、せやん、ゆうきって大体思われがちなんですよ。確かに。あ、なるほど。だから結構ヒロキが浸透してなくて、てかヒロキが多いんだよな、そもそもな。ヒロキも多いですね。ヒロキも多いですし、この前の現場も刀剣も3人いましたからね。いや、多かった。そっか、そう、ね、呼び名困りますね、それ。そうなんですよね。確かに名前でね、呼ばれなくなってしまうっていう。確かに、このヒロキには負けたくないとか、ヒロキ界でもあるんだよ。ヒロキマウントヒロキの中で。いや、でも本当に正直めちゃくちゃすごい方たちばかりじゃないですか、ヒロキって。まあ確かに、こうやって見ると、確かにヒロキすごいです。そうなんですよ、なんで石田氏勝てそうなとこな。言うな。健介くんは役だけ見るとマジでイケメンだし可愛くて綺麗なのに、遊び場とかワクステの映像見てると頭が混乱する、双子なのってくらい何かが違う。まあ、ギャップ萌えね。はいはい。いや、違う違う違う、ギャップ萌え。新しい言葉作んない。ギャップないくらい入ってそうやな。ギャップないくらい。遊び場から入ってくれるとギャップ萌えになると思う。そうっす。
ですね。あ、そう、ね、がまあちょっとそのなんだ素により近いからその役で高貴な部分とかが見れるとこうプラスになるけど、役から入ってくるとやっぱギャップないになるから、なんか物事は伝える順番だなと思います。いやいや、ペンネーム今里優さん、ケンスケの役インド人に好かれがち。何それ。いや本当にやっぱ金色だったから、多分インドの方々俺のこと多分ガネーシャだと思って多分、ね、マジでマジで、だから綺麗な美しいご利益が多分神様みたいな。そんなことないよ。いやいや役度あんだよ。上海の偉い人たちがもうめちゃくちゃ崖取って取って変わってた。中国とインドに行った瞬間にケンスケ鼻高々。マジで。どこが一番気持ちよかったですか。インド。インドでさ、一応一人一人にみんなついてくれたの、アテンドの人が、通訳の人が。だから6人に一人一人ついてんだけど、最終的に俺の周りに6人の通訳いたもん。本当に最後にお土産屋に行くんだけど、ケンスケいないなと思ったら、ケンスケ別行動、その6人と1人と別行動してた。やばー、 SP みたいな、なんかインド人がいっぱいいる。なんかちょっと気持ちいいですね。そうやろ、その時俺は1人やった。中国がいるから、あなたには以上です。あ、でも面白い、やっぱ面白い目線の。せっかくなんで僕も遊び場あるあるというのを考えましたのでやってみたいと思います。トゥトゥビトゥバトゥビ、はい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 、イエイ、遊び場あるある、遊び場あるある、編集いつも噛みすぎる、はい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 、あーあるある、遊び場、あ、遊び場あるある、あ、裁判いつも高橋やん、はい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 、あ、遊び場あるあるよ、遊び場あるある、遊び場あるある、あ、それあるある、あっぺっぺ、鳥越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 、